続いてはサッカー女子の日本代表なでしこジャパンの宮真綾選手30歳のインタビューです。この番組でもお伝えしましたように37歳の澤穂希選手が現役引退を発表。驚いた方も多かったと思いますが、宮真選手は澤選手の後を継いでなでしこジャパンのキャプテンを務めています。 FIFA 国際サッカー連盟の今年の年間最優秀選手バロンドールの最終候補の一人に選ばれ、世界的に注目されています。先週その宮真選手の所属チームの本拠地岡山県の北東部にある美作市を訪ねました。身長何センチですか？158です。あ、でも小さな体でいつも世界と戦われて。今年6月のワールドカップカナダ大会決勝でアメリカに敗れ連覇はなりませんでしたが、準優勝に輝きました。宮真選手はワールドカップを含めて今年は特別な1年だったと話しています。まずはどんな思いを抱いて戦い続けてきたのか伺いました。宮真選手はキャプテンとしてチームを率いて準優勝、大会直後の気持ちと今の気持ち、何か変化はありますか？あまり変化はなかったですけど、そうですね、あの時は悔しさよりはやりきったなっていう思いの方が強かったですね。というのはそのかなり厳しい2年3年を過ごしてきて、いろいろこう、まあ本当選手みんなですけど自分を捧げたというか、そういう覚悟を持って戦ったので、きちんと負けたので本当にやりきったなっていう思いでしたね。やっぱりメンバーが大きくは変化しなかった中で、きちんと積み上げたからこそ、まあ、なんとか準優勝できたのかなと思ってます。女子サッカーにとって宮真選手にとってあの大会ってどんな存在だったんでしょうか？まあ、待ち遠しいよりは、まあ、大会が来るのが怖いなっていうこともありましたし、まあ、勝って当たり前だろうっていうふうに思われるのはすごく、まあ、大変なことでしたね。はい、それまでは国際試合で勝つことも難しかった中で、初めて2011年にワールドカップで優勝して一気にそういうふうになったので、すごく結果が求められた年だったので、とても特別な1年だったんじゃないかなと思います。はい、前回優勝という実績が相当なプレッシャーになってたということですね。そうなんです。それでも決勝まで勝ち上がったというのは見事だと思います。そのワールドカップが終わった後、国内のなでしこリーグが再開しました。宮真選手は岡山県美作市が本拠地の岡山湯の郷ベルという地域のクラブでプレーしています。岡山湯の郷ベルは2001年に地元の自治体や企業が地域振興を図る目的で発足したクラブです。所属する選手のほとんどはアマチュアで、仕事をしながらサッカーをしています。プロ契約しているのは代表で活躍する宮真選手を含めて2人だけです。宮真選手は一時アメリカのプロチームに所属したこともありましたが、チーム創設以来、高校生の時から足掛け14年間岡山でプレーを続けています。岡山湯の郷ベルでプレーし続ける理由っていうのはどんなところにあるんでしょうか？まあ、よく聞かれるんですけど、何がっていうよりは離れたいと思う理由がないので、みんなのことが本当すごいなと思って、朝からお弁当作って仕事に行って、それが終わったらよしサッカーだって切り替えて、こうサッカーをしてるみんなの姿っていうのは、ファンの方もそういうところにも惹かれてくださってると思うんですけど、チームメイトですけど見ててこう眩しいなと思うぐらいまっすぐサッカーに向き合ってて、もう一本ボールが蹴れないなと思うまで一緒に練習をします。毎日ですね。はい、今シーズン岡山湯の郷ベルは厳しい戦いを強いられました。特に後半は降格の危機に直面。
先月8日のリーグ最終戦で一部残留を決めました。苦しかった今シーズン、残留できたのはチームの結束力、そして変わらず応援し続けてくれるサポーターの存在も大きかったと三山選手は話します。本当に私たちのチームの自慢の一つで、サポーターの皆さんっていうよりファンの皆さんというよりも本当に一緒に戦ってくれる人たちっていう感じで、時々大きな声でこう集中っていうような、本当にチームメートがかけるような言葉をかけてくださる方がいたりとか、一緒に悔しがってくれて、変にこうヤジを飛ばされるより責任感もありますし、すごくこう力になる声がたくさんだなというふうに思います。まあ戦ってる最中もここからとにかく踏ん張ろう、這い上がろうっていう気持ちでやってましたね。こういうシーズンがあるからこそチームっていうのは一つになって強くなれるんじゃないかなと思うので。一方、地元のサポーターは三山選手の印象についてこう話しています。すごい対応が良かったんで、一緒に写真撮ってくれたりとかで、やっぱりじゃあ応援も来てみようかっていう。ボールコントロール、もちろんも見応えありますね。それプラス人間的にも引きつけられたという形でですね。海外から帰った時にね、湯野郷温泉に入りたいって言ってくれた言葉は嬉しかったですね。もう湯野郷の人みんな感謝してます。三山選手のインタビューやサポーターの話を聞いていますと、地域の中でチームが本当に親しまれているんだなと、それがよくわかりますね。そうなんです、しっかり信頼関係を築いているんだなと感じました、はい、三山選手ですが、ワールドカップの後、女子サッカーを文化にしていきたいとも話していましたよね。はい、女子サッカーが文化と言えるまでに浸透するには、まず女子サッカーを地域に根付かせていくことが大切だと三山選手は考えています。はい、ただ現状ではなでしこリーグの1試合あたりの平均観客数はワールドカップで初優勝した4年前に比べて3割以上減っています。なでしこジャパンの試合の後は結構人が来てくれるんですけど、どうも続かないので、こう選手としては結果を出し続けることしかできず、それもできない時にはもう本当にどうしたらいいか余計にわからないというか、まあ、そのユノコベルみたいに苦しいシーズンでもこう一緒に戦ってくださる方々がいるっていうのを、小さな世界かもしれないんですけど、ここの地域で毎年お金を払って試合を見に来てくれる人、ファンクラブに入会してくださる方、まあ、継続してそういったことができているので、どうにかこう女子サッカー全体につなげていきたいなとは思うんですけど。なでしこリーグの未来を考えたときに、どんなファンを開拓していく必要があるなと思いますか？アメリカのリーグにいた頃とかは小さい子たちが多くて、こう憧れてきてくれる人とか、それが また少女だけじゃなくて少年もいたりとか、なでしこリーグもそういったところが増やしていければ、それとともにやっぱりお父さんお母さんはこう日頃から働いているので、週末大変だと思うので、おじいちゃんおばあちゃんサッカー見に連れてってって言ってもらえたらいいなと思ってます。まあ、企業チームだけでは何が起きるかわからないので、地域のやっぱり地元の方にこう応援してもらえるようなチームがあるというのはすごく大切なことじゃないかなと思います。三山選手がキャプテンを務めるなでしこジャパン、年明け後に次の戦いが始まるんですよね。はい、来年2月からリオデジャネイロオリンピックの出場権をかけてアジア最終予選が行われます。日本はオーストラリア、韓国、中国、ベトナム、北朝鮮と予選リーグを戦い、上位2カ国に入らなくてはなりません。10日間で5試合も戦う厳しい日程なんです。それに向けて先月若手選手を加えてオランダと強化試合を行いましたが、1対3で敗れました。若手選手積極的に起用してて、キャプテンとして三山選手は戦われてたわけですけれども、どんな手応えを感じましたか？
まあ、本当に若い世代の選手たちは特徴のある選手が多いので、それをこういかにしてチームの中に取り込んでいくかというか、チームとしての連携連動をしながらそういった選手たちの良さを出すかっていうところがもう一歩足りませんでしたけど、そこを高めていければまた違ったチームの良さっていうのが出てくるんじゃないかなと。こう男子の世界では最後はこうやっぱり個人のところだったりするんですけど、女子は基本的にはこうチームメイトとの協力がないと一つのプレーも成立しないので、そういうものを作り上げていかなければいけないなと思います。まあ、本当にどの国も強いので、それから日程であったり本当に過密な中でアジアでの戦いっていうのは皆さんの想像以上に厳しいものなので、まあいい準備をしてとにかく勝ち抜くと自分たちを信じてやるしかないと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。宮間選手は昨夜澤選手の引退に伴ってクラブを通じてファックスでコメントを出しました。一部ご紹介します。澤選手と一緒にプレーする時間に恵まれた私たちは、澤選手が与えてくれた全てをつないでいく役割が残されています。新しい歴史を作ることで澤選手が作った歴史をより一層美しいものにしていきたいと思います。その思いを胸に新たな年、次のオリンピックでも花を咲かせることができるのか、まもなく真剣勝負が始まります。なでしこジャパンのキャプテン宮間綾選手へのインタビューをお伝えしました。スポーツは以上です。こんにちは、ありがとうございました。皆様のご声援のおかげで今日勝って終わることができました。今回はこの私にこのような素晴らしい賞をいただきまして本当にありがとうございます。まあ、自分一人では本当に何もできませんが、このユノゴーベルというはい、このユノゴーベルというチームに出会って本当にたくさんの方々に支えられて今の自分があると思っています。本当に苦しいシーズンでしたが、後ろにいるメンバーと、まあ、はい、どんな時も頑張れたと思います。それも応援してくださる皆様のおかげだと思っています。今後ともユノゴーベルをよろしくお願いします。本日はありがとうございました。福本選手ありがとうございました。続きまして宮間綾選手お願いします。本日は仕事が悪い中たくさんの方に来てくださりありがとうございます。今回新栄誉賞特別賞をなでしこジャパンでの活躍として、いただいたわけですけれども、ワールドカップの準優勝をしたなでしこジャパンとは全く違う意味で、私は今ここにいるみんなのことをとても誇りに思います。それというのは、やっぱりプロではなくきちんと社会人として仕事をして、毎日、当たり前のようにグラウンドに来て練習をしていますが、それは並大抵の精神力じゃできることではないと思います。みんながしてるからしてるとは思いますけど、全然普通ではなくて本当にみんな毎日頑張って、苦しいシーズンでしたけども、なんとかみんなで、8位で、残留を勝ち取ることができました。もちろんいろいろな方のサポートであったり応援してくださる皆さんのおかげではありますけれども、まあ、市民栄誉賞を私としてはチーム全員で受けたいなと思いますし、来年にまた皇后杯につなげれるようなチームであり、続けたいと思っています。皆さんのお力がこれからも必要です。これからも岡山ユノゴーベルをよろしくお願いいたします。本日はありがとうございました。宮間綾選手ありがとうございました。